皆さんこんにちは。ゴルフインストラクターの石井忍です。今回はですね、エプソンの M トレーサーパター版アプリを使いまして、山下和弘プロのパッティングのデータを分析してみたいと思います。ご本人のコメントもありますので、どうぞご覧ください。面白いですよね、見ててイメージとこれだけちょっとズレがあるかなっていう気がします。はい、コーチがここにいると、で自分でセルフコーチ、セルフマネジメントっていうか、セルフでコーチのことをできて、で本当にいいんじゃないかなと思うんですけど、だからその自分を知るためのツールなので、自分を知ればゴルフが上手くなりますし、本当に有効だと思いますけどね。そういうのこれ使ってでもできるんですけど、リズムをまず一定にさしてやるってことが一番必要になってくると思うんですね。リズムを一定にさしてやることによって、ミスの打点がこうある程度偏ってくると思うんですよ。その傾向とかが分かるようになってくれれば、その対処法も出てきますし、簡単に言えば同じ距離を打つことですね。同じ距離を同じスピードで打つことができれば同じとこに行くはずなんです。でこれを続けることによって、手になじまして、体に覚え込まして、でそれを緊張した場面でも同じことをやると。山下和弘選手のパッティングのデータを見ていきたいと思います。まっすぐややほんの少しですね、アウトサイドに引いて、そこからまっすぐストロークしているように見えますね。はい、ほぼストレートに近いストレートインサイドのような軌道です。視点を変えて正面からも見てみたいと思います。低く長く引いたところから、やや上からこうダウンブローに打っているようにも見えます。はい、そして打点ですね、打点のところなんですけれども 0.32、 やや遠側ですね、まっすぐ上げて、ややインサイドに引きながら、少し遠側でヒットしながらボールを捕まえている様子がこのデータからも、よくわかりますね。はい、そしてライジングのデータですね、まずはそのロフトの変化量なんですけれども、オリジナルの構えとポジションよりもやや、寝かしたロフトをつけたような状態ですかね。 0.8 度、ですから少し外側にややストレートアウトサイドに上げて、そのままヘッドファーストに、ダウンブローに打っているように、見えます。ですからこのどうでしょう、アタック角のデータを見ていると、ほぼゼロに近い、ややアッパーに打つ人が多い中で、山下プロですね、まっすぐ上げて外側からややダウンブローに、打ってボールの芯を、捉えている様子がこのデータからも分かります。